こんにちは。じゃあ今回のビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーは株式会社プラスソフト代表取締役竹花俊明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ非常にこう身近な存在の竹花さんをご紹介するというのもちょっと照れてしまいますが、はい、今日は株式会社プラスソフトの代表者でもあり、八尾機械の会長もされていて、そして石門進学実践講座のやっぱりリーダーもされているという。そうですね。中島さんと一緒に。ああ、そうですね。という、非常にこう、いくつものこう顔を持つ竹花俊明さんをご紹介するわけなんですが、じゃあ、まずは、なんといっても、プラスソフトという会社、はい、こちらにホームページのある部分が出てますけども、はい、どのような、まあ、ソフトを開発しているのか、はい、ここからお話をいただきたいんですが。ありました。今見ていただいている、これ、ペンプラスという商品なんですけど、これがですね、弊社のメインな、ビジネスに今なっております。で、ここに見ていただくとわかる通り、基本的にはですね、小中学校の授業で、実際その電子黒板というのがございまして、チョークの黒板に代わって、今やこう電子ペンでですね、いろいろな授業を進めていくと。ね、先生がこうやって赤い丸つければ、はい、そうですね、はい、電子黒板にもなるし、はい、場合によってはこう手元のね、そこにも赤がつく。そうですね、それも使いますね。そういうソフトを開発していると、はい、なんか狭いところのここだっていうところに集中して開発して、はいはい、まあ独占的にやるのがプラスソフトの展開って聞いてるんですが、そういうことですね。それを目指して頑張っております。はい。はい。あと他にも、なんか、いくつかありますね、コース。そうですね。その次に行っていただくと、はい、そうです。もう一つか。もう一つ。あ、はい。ちょっとこの下に出て。じゃあ、これですね。そうですね。こちらですね。はい。はい、こちらはですね、ペンコネクトと言いまして、こちらはですね、富士ゼロックさん。現在、はい、富士フィルム、ビジネスイノベーションという非常に長い名前になってしまいましたが、はいはい、そちらの会社と、まあ、共同で販売しているものになります。はい。で、こちらはですね、はい、その、富士、いや、略して FBJ さんというんですけど、はい、FBJ さんのドキュワークスというですね、商品がございまして、うん、で、こちらのですね、ソフトのオプション的な形で連携して使える。で、ただ、同じように手書きで、書くというところがメインになっている。そのようなソフトそういうことです、ね、になっております。はい。ある程度その開発するところは集中してますよね。はい、そうですね。はい。人たちのことをしっかり考えて、はい、そこのこう狭い領域を深くという開発の仕方をされていると。そうですね。それで言いますと、先ほど、まあこれ電子ペンじゃないんですけど、はい、まあその電子ペン、手書きで書くというところを、コアにして、はい、開発をさせていただいているというような形です。うん、もうプラスソフトは何年目なんですかね。はい、ですね、22年超えました。はい。そうです。はい。うん、なんか順調に来てるということで、同じ私どもの仲間の、はい、金庫屋さんから、はい、はい、金庫を買ったほどって聞いてるんですけどね。はい、金庫を買わせていただきました。そうですね。はい。そこにはたくさんの現金が入っていて、ということですね。はい。現金ではないんですけど、はい、ということですね、はい。さて、実は先ほどお話しましたように、はい、ビジネスの方はまさにこうそういうエンジニアでもあり、あ、はい、そしてもちろん会社の経営もされているんですが、この八尾機械という、はい、まあ皆さんもご存知の方も多いと思うんですが、まあ野口会長、その会長に代わって実は今八尾機械を背負っているのが竹花さんですが、はい、そうです、ちょっと八尾機械というのはどういう会なのか。はい。はい。はい。これ、こちらが野口誠一会長です。はい。はい、で、NBC で。そうですね。NBC で講演していただいた時のお写真なんですけど、ですね、この年、この時からほぼ半年後に亡くなられてしまったですね。はい。2016年に亡くなられてしまったんですけれども、その時からですね、私の方が、
代表というものを、まあ、務めさせていただいているような状況です。はい。はい。はい、で、八起会とはじゃあどういう会なのかと、はい、いうことなんですが、お願いします。はい。もうここに書いてある通りですが、まあ、八起会っていうのはですね、ちょっと歴史が古くてですね、昭和53年、1978年に、できた会になります。もう、はい、もはや40数年ですね。うん、七転び八起きということで、はい、まあ、倒産して大変なことになったとしても、また起き上がってこいと。そうですね。それを後押しするような会が八起き会、はい。はい、そうですね。うん、実は、まあ、次に言っていただいて、はい、もう、これ、倒産者の会。として世界で初めて作られた会でして、多分今でも唯一無二ではないかということと、まあこちら書いてある通りですが、自分たちの倒産経験を生かして倒産しそうな人たちの力になるという面、そして現在はですね、さらに、倒産しないための、勉強会、転ばぬ先の杖、はい、そうですね、はい、応援していく、はい、そうです、そういうことです、はい、ところで竹野さんが倒産した経験があるということではないですね、はい、そうなんです、そうですよね、はい、今までは倒産する人の会だったんだけど、はいはいはい、野口会長ももちろんそうですし、はい、でも竹野さんは倒産する前にこの会に入って学ばれた、はい、そうですね、私はまさに倒産しないために学びの場としてこちらの会に参加させていただいたんですが、実際にですね、ちょっと他の方には倒産経験を持たれている方もたくさんいたんですが、たまたま、ちょっとその会の中では若かった自分が、結果的には代表なれということで言われまして、まあ、自ら望んだわけではないし、倒産経験もないにもかかわらず、結果的には、倒産者の会を引き継ぐというような、はい、立場に。ただもう今は、はい、本当にこう倒産しない人たち、しないためにどうしたらいいっていう若い人もたくさん入られてきて、はい、そうですね。はい。はい。特にコロナになってからすぐに、ズーム開催、にですね、をスタートしてまして、ですから、昨年の3月に当たるのかな、しまして、それ以降ですね、とにかく全国から参加できるようになったということと、はい、足して不当会といいまして、倒産しない不当ということで、はい、そのための勉強会もしておるというような状況です。はい、はい、そしてこのまま今野口会長の話だったんですが、先ほども言いましたように積極進学実践会っていうのも竹野さんやられてる、はいはい、こちらはどういう集まりなんでしょうね。はい、こちらはもう中島さんとまさに一緒に立ち上げさせていただいた形なんですが、積極進学というのはですね、江戸時代中期の小人道の開祖と言われてます、石田梅岩先生ですね、この方の教えをまあ、現代に生かそうと、実践して生かしていこうというための会になっておりまして、はい、現在100回を超えましたね。超えましたね。はい。毎月1回で100回を超えてますんで、8年間以上ですね、継続させていただいている会になります。はい。1730年ぐらいですから、もうすぐに300年。そうですね、300年前の方なんですけど。はい、でも石田梅岩のこの価値観、いや正直、はい、勤勉倹約と、はい、これがまた私たちのこのビジネスにもいまだに、はい、もうこれは普遍の価値観なんですよね。そうですね。むしろそういった価値観が現代忘れられているからこそ、再度見直していこう、生かしていこうというような、はい、活動をさせていただいておりますということなんですね。はい、こちらの方も、まあ、いつも10人ぐらいでね、はい、会議をしているんですが、まあ、勉強してると言ったらいいですかね。勉強してます、はい、ぜひこちらの方も、はい、まあ、これは NBC と直接は関係ないんですが、実は NBC の方でも何度かね、はい、そうですね、積極進学実践講座を、はい、まあ、仮にこの NBC の中でもさせてもらってきたという実績がありますので、はい、ぜひこちらの方にもと、はい、さて、それでは
いくつもありましたが、はい、まずは竹花さんから、はい、プラスソフトの PR と、それと八尾機械と、それと石門進学実践講座の、はいまあ、PR を、はい、まさに今回やりました500人のメンバーの人たちにお願いしたいと思います。わかりました。すいません。手書きソフトと我々言ってますが、手書きソフトでご用命がありましたら、なんじゃそれということでお問い合わせをプラスソフトまでお願いいたします。またですね、倒産しないための勉強会としての八尾機会、あるいは倒産しそうな時の八尾機会ということと、それからですね、江戸時代の、小人道の知恵を学ぶ石門、進学実践講座、こちら3つともぜひともよろしくお願いいたします。ということで、3つの顔を持つ竹花さんをお迎えしてお話を伺ったわけなんですが、今回のビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーは株式会社プラスソフト代表取締役竹花俊明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 ありがとうございました。チャンスチャレンジということで、株式会社モリス代表取締役社長森隆仁さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、株式会社モリスってこの名前だけ聞いたらどんな会社かはわからないんですが、はい、ここにも書いてあります。宝石ルビーのブランドを作る会社、はい、なのにこれ1枚めくりますよ、はい、なんかバイクに乗ってる姿が、森社長が。そうなんですよね。これ20代の時はですね、はい、米国でですね、オートバイの競争をする仕事をしてたんですね。え、20代って、今30代。はい、ありがとうございます。今は50代です。そんな50代ね。30年前ですね。30年前ですか。はい。30年前です。おー、なんかすごい世界の大会でも、世界の大会、ワールドグランプリっていうのがあるんですけれど、はい、ワールドグランプリには、1994年に1回出させていただいたんですけれども、はい、専門は大体北米選手権です。アメリカ、北米で競争する競技です。はいはい、そこで、なんかすごい優勝もし、活躍されてたと。あれなんですよね。本当にこれ私が運転手で乗ってただけですから、ただ運転してただけなんですけど、運転してただけなんですけども。この斜めの鳴り方、もうこれ転んでる状態に近いところで走るじゃないですか、はい、バイクって。でもこれ肘吸ってるでしょ、これ肘吸って走るのは、今はワールドグランプリとか見ましたらですね、MotoGP とか見たら皆さん肘吸って走ってますけども、この30年前は結構センセーショナルだったんですよ。だから森さんが先にここまで傾いてでも勝つぞっていう、はい、あ、自己満足です。自己満足です、ね、さて、はい、そんなこうレーサーとして活躍していた森さんがなぜこのルビーの世界に、宝石の世界に行ったのかという、この転身の仕方は通常考えられない。そうなんですよね。これ一つ家内がですね、はい、米国人なんですけれども。あれ、じゃあ次のページ。はい。うん、アメリカ人なんですけれども、はい、家内の一言でですね、日本人と結婚したし、はい、日本に憧れてるけれども、なぜ日本にはたくさんいいものがあるし尊敬しているのに、なぜ西洋の真似ばっかりするんですかって話で、これ非常にね、私もっと日本人でいてくださいよって言われた時にハッと感じたんですよね。はたと気がついて、本当だみたいな、うん、そっからですね、何かその日本人として誇りに思えることできないかなということで、で、これね、冗談みたいな話ですよ、はい、冗談みたいな話ですけども、私そういう競争の仕事をしてましたから、はい、どんどんこう新しい技術が来ますし、ちょうどサーキットにパソコンが来たんですよ、はい、あんまりにもパソコン賢いですから、僕はね、これあともう少ししたら失業するわと思ったんですね、うん、パソコンの方が賢いな、私通用しないなと思ってね、どんどん今で言うシンギュラリティがもうすぐ来るんじゃないか、シンギュラリティが来るなと思ってですね、はい、まあ、それそんな言葉知らなかったですけどね、はい、で僕はインターネットでその AOL って今もないですけども、検索エンジン調べたんですよ、はい。人類最古の仕事って調べたらね、これね、人殺しと人身売買と宝石商って出てきたんですよ。おお、今、これ危ない発言。両方とも、そう、両方とも違法じゃないですか、はい、最古の仕事は。三つ目宝石商は、これ宝石するしかないじゃないかと思ってですね。これちょっとね、
これきっかけです。パソコンで検索したらその3つが出てきたと。さすがに違反はダメだと。ダメだし、ダメだねって。はい、宝石しかないねみたいな。これ正直なところでね。こんなん言ったら怒られますけどね。パソコンからこのルビーに導かれた。はい、全くそうですよ。今それ合ってると思いますけどね。歴史的にこう宝石ルビーっていうとですね、これあれなんですよね。人類が、まあ、集めたものの中ではダントツ最古なんですよね。これ意外と皆さんびっくりするでしょ。ダントツ最古なんですよ。1万年とかそういう世界じゃないですから。はいはい、原人の時に集めてますから。その昔から片方で矢尻を探してたけど、はい、こっちでは宝石を大切にしてて。しかも赤いルビーを探してたんです。そうなんです。まあ、いろいろ諸説ありますけどね、これは。はい、ということで、ルビーでブランドを作ろうということでスタートしたわけですね。通常、ね、私たちであれば大体そのルビーを仕入れて売るって発想になるじゃないですか。はい、実はミャンマーで。あ、そうです。私たちは持っている。山はミャンマー買えないですから、採掘権を入札するんですけど、ね、はいはい、採掘権、権利なんですけども、それで実際に私たちが自分たちで行って採掘をしてですね、はい、そこから、京都銀座のお店で販売をして、その後ですね、当然宝の石ですから、はい、売ることも、私たちが販売することもできますし、お客様がどっかで売ることもできるんですね。ですから2017年の、ニューヨークのサザビーズっていうオークションではですね、はいはい、私どものルビーが高額で落札していただいてますし、ということで、ちゃんとしたですね。そのぐらい素晴らしいルビーも、そのミャンマーの、あ、そうです。お産から出てくると。はい、それもだから、世界最高のものですね。そうですね。採掘権持っている、そこだからこのルビーだし、はい、それが、なんか特にモリス・ルビーっていう名前がついて。名前につけたんですね。あ、はい、そういうことなんですね。はい、これ自分、モリス・ルビーってこれ、なぜ自分の名前をつけるんだってよく言われるんですけどね。うん、これ、意味があって、カルティエもティファニーも、ハリー・ウィンストンも、あれでしょ、照明も、あと、全部グラフもね、自分の名前でしょ。みんな自分の名前だと。宝石というのは100年経っても200年経っても、1000年経っても変わらないですよね。だ次の世代も責任持ちますよということで、自分の名前、名字をつけるっていうのが、世界ではスタンダードなんですよね。三木本さんもそうですけどね。そうですよね。はい、でも皆さん、確かにそう言われてみると、まあ、見つけた人、また作った人の名前がついてるっていうことですね。おっしゃる通りですね。はい、素晴らしい。でも、お店は今、どこと？京都の三条通りと、あと東京の銀座、五丁目にございます。じゃあ、順調に今、非常にこう、売れている。順調に売れてほしいので皆さん来てくださいということです。そうですか。はい、さてもう一つ何かモータースポーツをせっかく NBC に入ったんだから、まあ、モータースポーツ同好会も作ろうかという話になっていると聞いたんですが、という構想がございます。はい、そういうことですね。はい、またその時は多分今メンバーは、ね、500人越してますから、多分モータースポーツに興味のある方たくさんいらっしゃると思いますので、いいですね。まあ短い時間の話だったんですが、最後にメンバーの人たちにこのモリス・ルビーのちょっとしたこう PR も含めてメッセージを目線でお願いします。はい、皆様、株式会社モリス・ルビーの森でございます。ルビーはですね、100年経っても200年経っても変わらないお宝なんですね。皆様おそらくお持ちだと思うんですけども、私たちはですね、一生懸命仕事をしてビジネス成功してですね、残さないといけないのは家宝なんですね。その家宝になるような宝石をですね、私ども世界中から探してきておりますので、と言いましてもミャンマーの鉱山ですけどね。はい、家宝でお困りの時にはぜひともご相談ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回のチャンストゥーチャレンジは株式会社モリス代表取締役社長森隆仁さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。